宮崎県住みます芸人嫁恐竜です。お願いします。さあということで、はい、今回のですね地域図、うん、おもてなし絶景スポットということで、めちゃくちゃ綺麗ですよ空が今日は。いや、それは別に場所関係ないよ。絶景ですね。どこ行っても綺麗やわ。さあ本日はですね、はい、こちら平和台公園の平和の塔の前に来ております。お、見えてますね大きな塔が、うん、はい。この平和の塔というのは、はい、あの後期2600年、うん、亀田興毅さんじゃないですか。分かってますよ、それは。あの神武天皇が即位して、はい、2600年を記念して作られた塔ということで、はいはい、こちらね、世界中の石をこう集めて作られた、すごいじゃないですか、塔なんですけど、この一個一個が世界中の石ってことですか。いろんなところの石をこう集めてきたらしいよ。ここが、はい、まあ塔を見るのも綺麗なんですけど、はい、ここ登れるんでちょっと登ってみたいと思います、はい、この平和の塔は、はい、結構宮崎市内にいると、うん、見えるんです。どこからでも見れるんですよ、はい、だからちょっと遠いところ行って、はい、こう近道して帰って、あ、場所がわからん、ここどこって迷った時に平和の塔を目指して帰ってくるっていう、そうです、使い方ができるんで。夜も光ってますしね、うん、これ何ですか。これはこれは、はい、国石、これ、うん、から手を叩くと塔に反響してピーンという音が。おー、やってみますか。まずそこに乗って、うん、わーわかる？わかります？わかりますか？わかりますかね、これ。あー、くれ！このピョンピョンっていう、ちょっとガンダムがビーム打った時みたいな音がね、ピョンピョンピョンってするんですよ。はい、これはもう、宮崎市の小学生遠足に来たら列ができます、ここには。全小学生来てる。やってましたら、ここは、うん、はい。やっぱね、はい、シンボルがあるといいよね、その市にね。これできたのがね、その戦前なんで、はい、だいぶ昔なんですよ。あ、これやっぱほら、うん、一個一個書いてあるもん。香川県って書いてます。盛岡県、山口県、ほんとや。だからいろんなとこからやっぱり集まってきてるんですね。こっち書いてない、裏側にはめたいから書いてあるかもしれない。いやでもやっぱ書いてあるけど、うん、古いからこう消えてますね。あ、消えてるっちゃ確かに、はい、これ上海じゃない。ほんとや、上海って書いてる。こっち側すると、うん、こういう風に、うん、なんか入り口があるんですよ。うわ、涼しい。ちょっと涼しい。行っていいの、ここ。何も書いてないけど。いや、開いてないですね。はい。トナミさん。はい。16時まで。今ね、16時12分。失敗しました。失敗したなぁ。じゃあちょっと一個下から見ます。はい。まあ、一個下にはなるんですけど、だいぶ階段上がってきてますから。そう。もう足パンパンよ。うん。パンパン。うわー、美しい木がすごいね、やっぱ宮崎は。美しいなー、うん、やっぱね、うん、こう海も見えるし、そう、やっぱ宮崎市も見えるし、木も見える、うん。こんな素晴らしい絶景はないですよ。芝とか、うん、植物の管理ももうすごい丁寧にやられてるから。いやもう。散歩されてる方もやっぱ多いですね。ここで散歩したらやっぱ気分もこうスカッとしますし、うん、で登ってきてこの見る景色でやっぱ人間が現れるというか、なんかもう浄化される浄化されるというか、やっぱ景色に癒されますよね宮崎の自然の。まあね。で、オリンピックね、はい、昔あったオリンピックの聖火リレーのスタートここやったらしい、はい、前回の東京オリンピックってこと、うん、64年からこっからスタートしてるってことですか。すごい場所じゃないですか。そういうことよ。で今オリンピックまさにやってますからね。うん、あと その舞台とかでもね、なんか、はい、校長先生が話したりもできる。そうですね、うん、はい、ということで撮影できなかったので別日でまたやってきましたけど、ちょっと天気が悪いんで見えるかどうかわかんないですけども行ってみたいと思います。あ、このようになってるんですね。あ、開いてます。で、こっちに上がっていくと階段があって、おお、いやいや、ここは綺麗ですよ。いや、すごい、下とやっぱ全然高さ違いますね。さあ、こちらです。いや、めちゃくちゃ綺麗なんですけども、
看板にもあったように日向灘が見れるようになってるんですけども、ちょっと今日はですね、天気がちょっと曇り空なのでちょっと向こうまで見えにくいですけども、晴れてればこういう風になります。正解だこれ、絶対これじゃないと思う。これじゃないよ、絶対これじゃない。低いもんね、肉が。あれや、聖火台。すごい。昭和39年オリンピック東京大会国内聖火リレーの起点よ。だからここから始まってるのよ、はいはい、平和台公園に迎えられた聖火が国内最初の夜を燃え続けたのがこの聖火台で、全高2m40、でかいな、うん、口径87センチあります。外側には神々が高千穂の峰に降臨されたという故事が描かれています。あ、こういうこと。あ、これこういう絵ね。あ、天孫降臨のね。これがだから当時はどこにあったんでしょうね。あ、ここにあるわ。あ、さっきささっきお前がこれがいたところに、校長先生の話してたところにこれがあったんだ、もともと。お前すごい場所であんなことやったな。すごいな。聖火台と同じ気持ちになってるよ、お前は絶対。聖火の気持ちになれる場所であんまないよ、国内に。見てこっからの景色。うわ、癒されるな。もう、もののけ姫やん。めちゃくちゃ綺麗。それはあの苔むした感じ。そして、実はね、もう一個ね、絶景があるんですよ、ここには。もう見えてると思いますけども。羽はいっぱいおるけど。こっち見てください。手毛おる。ちょっと待って。ちょっと行ってみましょう、こっち側。いや、俺、こんぐらいかなと思ってて、これかなと思ってて、へぇ、こんなものかなって思ってたけど、何こっち？もう一個の絶景は、この、数々の埴輪。この平和台公園には、なんと、400体ぐらい、埴輪があると。うわ、たすきをかけた男やわ。聖火ランナー。聖火ランナーってこと？ちっちゃい埴輪の世界できてるから、ここ。土偶とかもありますよ。すごっ。タスキをかけた。めっちゃおる。どういうこと？どういうタスキをかけてるんですかね。ここがもうタスキになってんのかな、こういうのが。阪神阪神武神や。これ有名よね。どれ？これ阪神武神よ。これですか？いや、こういうの。お、阪神武神って言うんですか？あの、鎧着てるやつ。へぇー。さあ、今回は宮崎のおもてなし絶景スポット、平和台公園をご紹介いたしました。皆さんもコロナが落ち着いて、もし宮崎に来られることがあれば、もう塔がね、見えてますので、ぜひレンタカーでも借りて、こちらまで来てみてはいかがでしょうか。あれ？相方は？うわ、埴輪になってるー！タスキを忘れた男です。